どうも、初めてのデカです。ということで今回ですけども、今回はなんと花尾デカチャンネル僕一人ということなんですけども、今回何が起きるかというとですね、花尾氏へのドッキリです。今日8月20日なんですけども、5日前花尾くんが誕生日やったんですよ。8月15日が誕生日やったということで、私デカからちょっと結構いろいろこのプレゼントが今年は最高なんじゃないかというものをね、用意したんで、まずはね、それに関係するね、ある方をお呼びしたいと思います。ではどうぞ。失礼します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、ということでこの方、なんとプロの声優さんです。軽く自己紹介してもらっていいですか。はい、中山と申します。声優やってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。花尾さんがずっと好きな、もうずっと大好きって言ってるあのアニメ、なんとカレイドスターと、クラナド両方で声をされてる、実際のプロの声優さんに今回お呼びしてお越しいただきました。いや、こんなことある？カメラマンのマコよ。こんなことある？ほんまにびっくりしたもん。花尾史上最高に豪華というか、本当に花尾って2年前ぐらい俺らカレイドスターとクラナドを強制的に見させられて感想とかさせられたんだ。はい。やったよ。はい、僕の大好きなアニメクラナドというね、まあ恋愛家族バラエティ番組、すごい神アニメなんですけど、神だけに噛む、僕が YouTube やってる大きな理由というものがありまして、はい、それは僕が有名になってカレイドスターというアニメを広めることです。そんな花尾に私と中原さんでかけていきたいドッキリ、それがもしも撮影のカメラマンが大好きな声優さんだったら花尾気づくのか。はい、ということでですね、今から中原さんにはなんとここで関西コレクションっていうコント出るんです。9月5日に私たち出るんですけど、そのスチール撮影と今日はインタビューがあるよと、スチールでインタビューがあるよっていう体でここに来ます。で、その時のカメラマンを大好きなアニメの声優さん、中原さんにやっていただきたい、そういう企画でございます。できるかな。いやー、ちょっとそれはすみません。ちょっととりあえずね、花尾くんはめちゃくちゃ喜ぶんですよ、本当に。もう今日は花尾くんを喜ばせる気持ちでちょっとね、はい、ご協力いただけたらな。はい、わかりました。号泣されてる YouTube 見させていただいたので、ありがとうございます。結構どれだけ好きなのかっていうのはもう重々分かってますので、はい、ありがとうございます。だから今回そのカメラマンやってるんですけども、徐々に古川渚っていう役とか、メイウォンって役があるんですけど、この役にちょっとずつカメラマンから近づいていって花はいつ気づくのかっていう企画をちょっとやってみたいなと思うので、ぜひちょっと今日カメラマンとしてちょっと花を念願に協力していただきたいなと思います。はい、大丈夫です。いや、もうすっごい緊張してるんですけど、ちょっと今までこんな仕事したことがないんで。いや、そりゃそうですよ。すいません、ちょっとめちゃくちゃ普通の線路にはないコースの線路の仕事をちょっと与えちゃって本当に申し訳ないですけど、はい、ということでやっていきたいと思います。メイキングバスボーイズ憧れの声優。はい、OK です。で、これでもいい感じになるんで、はい、はい、まもなく出ることが揃われます。連絡によるともうそろそろターゲットの花は到着するということで、でね、今回のね、関西コレクションのね、このインタビューっていうこの偽企画なんですけど、これに向けて花尾はね、自前の新作を用意してきたということでね、本当に今回のこれが、なんとまさかの声優さんドッキリだと思ってないですよ。もしかしたらね、ちょっと花尾選手、もしかしたら髪の毛とかヘアメイクしだした可能性あります。ガチです。しかし花尾選手、申し訳ない、そのヘアメイク、カンコレのためじゃないんだよ。来ました。花尾選手、ようやくスタンドイン。今からね、スチール撮影入ります。さあ、始まりました。
あ、花尾選手入られました。入りました。花尾選手入りました。お、さあです。あの、これガチの撮影ですね。ガチ。めちゃめちゃいいですね。失礼します。はい、じゃあ行きますね。行きます。かわいい。行きます。あ、いいですね。難しすぎないこれ。はにかみはダメですよ、明日。はにかみは NG です。決め決めじゃないと、あのちょっとブランド的にちょっと NG かもしれないです。ブランド的には確かにクール系ですもんね。めちゃめちゃいいです。じゃあ、あとインタビューのセッティングするので、はい、お待ちください。ありがとうございました。ありがとうございました。お、スキル撮影が終わりましたね、これは。はい、スキル撮影が終わりました。さあ、ここからですよ、皆さん。皆さんね、ここはスチール撮影、とりあえずね、ここまでバレてないんですよ。全く目の前にいる方が声優さんの中原さんと全く気づいておりません。ここからはですね、皆さん、花尾くんに、カンコレに対する思いとかをインタビューで聞いていくという。よかった、納得しました。今花尾選手、しかも今中原さんが説明しました。素晴らしい対話が生まれました。 YouTuber としては、何でしょう、 7年間くらい、活動してきまして、ある程度経験は積んだと思うんですけども、まあ、NNN っていうのは服のブランドっていうのは、自分がこう YouTube の YouTuber とは別のなんかもう一つ本気になれる、新しいチャレンジだったんですけど、手をかけて育ててきたブランドなので、まあ、大舞台に立たせてもらえることが、また努力を認めてもらいたいので、すごい嬉しい気持ちです。ありがとうございます。めっちゃ真面目に答えてる。鬼のように真面目に答えてる。やばすぎ。本当にブランドにかけてんだなっていうのが伝わりますね、これ本当に。じゃあ次、もし何か質問来たら、伝言、相方の伝言さんにどんな服着せたいですかって聞いてください。これなんて答えてくれるんですかね。電眼はやっぱでかいよね。電眼はでかいって言われました。そういう人は大体やっぱ服がシンプルだと服が負けちゃうっていうのがあって、やっぱりね、電眼みたいなやつは、ね、とにかく着れないですね。電眼を着れるやつも別に着ようと思ったら着れるんですけど、どうせなら自分の体型を生かしてほしいっていうのがありまして、自分の個性を全面に打ち出していくような、お、派手です、僕の服。何人次、アニメのやつも行きましょう。あ、好きなアニメ行きましょう。ちょっとあの、ブランドのコンセプトはずれてしまうんですけど、YouTube にさせていただいたんですね。あの、アニメーションが好きっていうことで、どういうアニメーションが好きだったりするんですか？アニメを語ると、本当にあの、時間が、皆さんは真夜中も束縛することになってしまいそうなんですけれども、でもアニメは僕全般好きで、アニメ全般好き、来ました。頼む、カレイドスター、カレイドスターとクラナド言ってくれ。これアニメ作品名で言ったらしてるんです。あ、まあ、とりあえず皆さんが見るべきなのは、とりあえずクラナドと、まあ、クラナド来ました、クラナド来ました。カレイドスター来た、カレイドスター来た、来ました、カレイドスター。目の前にいるぞ、花尾。その声優が目の前でいる。クラナドさえ来れば、彼女がいない芸男子も家庭を持った気持ちになれるので、実質おしゃれとかしなくてもいいレベルで。これ目の前に声優いるのにクラナドの評価して、いやめですよね。あ、そうです。本当ですか？踊る企画めちゃめちゃ。ありがとうございます。来た、ありがとうございます。お前言う側やな。
じゃあ、 パン屋さんのやついきましょう。パン屋さんのやつ、花尾さん、私の家パン屋さんなんです、パン屋さんのエプロンデザインしてもらえますかっていうのを、この質問が終わり次第いきましょう。真剣に考えてる。そうやったら、やっぱエプロンの表面にビースト菌を、ビースト菌加工っていうのがあるんですよ。どういうこと？嘘ついてるんですけど。こいつ。こいつエプロンに関しての、なんか論展開してる。じゃあ、この質問終わったら、クライマックス、参りましょうか。中原さん、花尾さんって争い好きですか？からメイウォン発動しましょう。もうここからは何やっても大丈夫です。もう全力で声優活動でをやってください。広めるために僕は YouTube やっています。もうそれもう俺のすごい
2008年ぐらいから付き合いです。初対面やお前。初対面の2005年ぐらいですかね、だし。おお。もう愛してるところじゃないですよ。ファンに就職させてくださいっていうレベルですよ、本当に。なんと、これで終わりではございません。マジですか。ということで、我々、私からじゃないですもんね。全員から、あなたからかもしれない。これは。これはね、プレゼントです。まずこちら。うおー、なんだこれ。まずこちら。なにこれ。なんと、マジでレイラさん、レイラさん、こちら、はい、おお、最近のポスター、これはやっぱこれよくこんなん残ってたね。これなんと花尾さんとかが結構カレードスターとか広めてくれてるって知ってくれてて、ちょっと結構この監督さんとかもありがとうございますみたいな感じでした。マジっすか、本当に。こちら次、続きましてこちら、はい、クラナドのクラナドのゲームスイッチのゲームで、こちらなんとこの後中原さんにサインしていただきます。マジで、ありがとうございます。まだあるんですか。実はまだありまして、カレードスターの第1話が YouTube に上がってるの知ってます？あー、1話カレードスターの第1話が YouTube に上がってるんですけど、あの YouTube のカレードスター第1話のタイトル、あれをカレードスターハッシュタグ1花尾さんのお誕生日おめでとうございますに公開日だけ、公開日からなります。うわそう、俺の、なんていうか、俺の形跡残していいですか。俺の形跡残していいですか。はい、本当にカレードスター、クラナドのその関係各所の方が本当にありがとうございますっていう思いで今回、ね、こういうのが実現したと。で、中原さんのご協力もあって今回の企画実現しました。いや、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。中原さん、ちょっと今日の企画どうでした？今日の花尾演歌、これ実は残念ながら服についてめちゃくちゃ語られてましたけども、関西コレクションのホームページで一切上がりません。全然一切。さっきしてください。そう。俺の言葉いらんや。ないです。メイちゃんのレオン、メイちゃんがさらにレオンとの役の争いで勝った時の。おさめ、わかります？いや、ちょっと覚えてないかも。その声はもう、フェニックスなんとかみたいな。あ、それ違います。フェニックス違う。それはフェニックスだから、レイラさん。そうだ、レイラさんが。なんだっけ、スーパーなんちゃらとかですよね。いや、そこまでは言ってないですよ。あ、まだ言ってない。ちょっと遊びの技ですよ。遊びの正解はデーモンスパイダーです。あ、デーモンスパイダー。